皆さんこんにちは、ゆるひすもてやしチャンネル委員長の林です。今日のテーマはこちら、111回目、顔じゃない医療系配布は太もも最強ということでお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。本日はね、実は当チャンネルの中でナンバー1のですね、配布をぶった切るっていうやつの続編になります。皆さんもうご覧になりましたかね。その中で最も高出力、皆さんもあれ見てる方ならわかるんですけど、高出力のやつは医療系配布ってやつですね。美容系配布と医療系配布っていうのがありまして、この医療系配布っていうのがめちゃめちゃ出力が高いんですね。やけどするぐらいの出力です。これを使って他のエステ機器よりもはるかに効果があると言われてる部位がね、実はあるんですけども、タイトルにもありますけどね、うんじゃなくてうんですよっていう話ですけどもね、そのね、適正な施術サイクルとか、さらに効果を上げるための方法なんかもお伝えしていきたいと思います。またね、番組の終わりにはですね、お得な情報もご用意してますので、皆さん参考にしてください。それではどうぞ。本日111回目、顔じゃない医療系配布は太もも最強ということでございます。もう配布をぶった切るご覧になった方いらっしゃると思うんですけれども、まだ見てない方いらっしゃるかな。簡単なおさらいということでね、ごくごく短くちょっとさせていただきますけれども、配布っていうのは何かっていうとですね、高周波の音波だとかいろいろ言う人いますが、要は高周波のエネルギーを体の表面に当て込みます。通常の場合は音波だったりいろんなラジオ波だったりいろいろありますが、それは体の表面のところに一番熱量というかエネルギー量が蓄えられまして、下の方はだんだん薄まってきますので、この下の脂肪層のところにエネルギーがあまり行き渡らない、もしくはこの表面の温度が68度を超えますとやけどを始めますので、そういったことをならないようにするためにですね、温度を少し下げてございます。そうするとここの温度が全然行き渡らなくて、結果的に何も効果がないなんてことになってですね、機械そのものの効果があまり認められないなんていうものも残念ながらございます。特に皮下脂肪には効ける、内臓脂肪にはほぼ効きません。ところがですね、配布っていうのはその不具合というかですね、テーマを改善しまして、まるで虫眼鏡のようにこう焦点距離ビューッとこう当てて、ここのところにですね、エネルギーが集中してわーっと熱を持つ。表面は全然熱くないんだけど、中はすごい熱いっていう、こういうものを開発しました。だいたい今表面から約13ミリ下のところで焦点が合うタイプのヘッドがほとんどなんですけれども、これも実は理由がありまして、体の仕組みっていうのは表皮っていうのがあって、そこから真皮っていうのがあるんですが、そこの真皮の中に脂肪層があるんですけどもね、この脂肪層がだいたいそのぐらいの深さにたくさん脂肪層があるっていうことを見つけて、そこのところに当てればやけどすることなく脂肪だけがジュワーッと溶けてくれて、それをドレナージュかけることによって一気にその油を外に出していくんだっていうコンセプトで作られています。この温度はだいたい医療系配布っていうのはだいたい120から150度ぐらいまでパワーを上げることが可能であり、何ジュールっていう表現でやるんですけどね、温度的に言うとそんな感じ。実はそれとは別に、それをやりすぎるところももちろんやけどします。例えば一番怖いのは、お顔にそんなものを当てたとするならば、筋膜や骨やもっと中まで焼くことになります。お腹のところで一生懸命やる分にもいいんですけども、例えば肩とかにやったら骨とかを焼いてしまいますからいけません。つまり13ミリの焦点距離のところにですね、脂肪が存在しなければ、それは筋膜や筋肉を焼いてしまうということになるので、確実にそこに脂肪があるかどうかということを確認する必要があります。実際に当院のところでそういったことでやってみたら、背中のとここんなにつかめるおばちゃんの背中が、実はもちろんこんだけつかめるとね、医療的にはこう掴んでいるやつがあるんですけど、これでピチッと挟むと大体その半分が脂肪圧だっていうふうに言われている、そういうメーターが普通に医療の世界で使われてるんだけども、これで言うと背中がこんな掴めるから、はい、じゃあ18ミリとか25ミリとかって脂肪ですねっていうふうになるんだけど、実は僕のところの近所にありますイーストサイドスクエア竹内内科という、実際に竹内恵里穂先生に見ていただいて実際に測ってるんですけども、そうやるとですね、こんなに背中の脂があるおばさんが実は5ミリしか脂がなかった。こんなことってありえる？でも実際起きてる事実なんですよ。僕ものすごいびっくりするんだけど、最初なんだろうと思ったの。でも確かに筋膜の位置と筋繊維の確認と血流の確認までしてる。だから間違いない。じゃあこれって何？って霜降りの筋肉なのか、力の入らない筋肉なのかっていうことなのね。だから贅肉っていうのは脂肪ではないのでっていう表現も確かに正しいかもしれないんだけど、ここれって何っていう話を今してるところなんですよ。これもねまた近くで動画出します。是非ご覧ください。実際に脂肪がつけていろんな機械で測ってみて、実際にそのエコーではちゃんと測った時に全然数字違いますから、これ一回出しますので、よかったらねこれ以降比較中なんで是非ご覧ください。でね、そういうことで皆さんがその今言ってるハイフの中でやけどするから危ないっていうことでね、当然その事故が起きてるの、例えば経験した方でお腹にあったら痒くなってきたとか、太ももとかふくらはぎに当ててきたら後でなんか痛くなってきて痒くなってきちゃったみたいな、あれ全部やけどだからね。全部やけど、医者は認めないか知らないです、全部やけどだけど、それじゃ危ないよねってことでやらなくなって、それは医療機器だからダメですよ、そういうことさせると医者はともかく他の人は逮捕されますよっていうことになるんだけど、そういうことで出てきたのが医療系配布。医療系配布を当てることによって、60度までしか上がらないけれども、60度までだってやけどしない、骨60度温めたって何も悪いことないから、どんどん積極的に当ててって、少しでもその中に混在している脂肪を何らかの力で溶かしていこうっていう時にはものすごい有効だ。だから医療系配布と美容系配布だと、美容系配布はダメじゃなくって、美容系配布だったら使えるけども医療系配布じゃ怖くて使えないよってところもあるの。だから美容系配布は積極的に使う方法もあるんですよっていうことね。これはちょっと前回のところであまり強く言ってなかった、勘違いされてる方もいらっしゃったから、はっきり言うけどもこれ使い分けなんですよ。それで僕の方としては、実はお顔に使う人たちがいらっしゃる。お顔に使うということをやると、さっき言った 13mm っていう焦点距離 13mm っていうところに関しては、当てたら全然こんなの 13mm しちゃったら骨になっちゃうから、美容系はいいかもしれないけど医療系なんかやっても意味ねえよってこと。そうするとね、反論する人がいたの。いや、うちのとこのプローブは 8mm ですよ、4mm もありますよ。いや、うちもありますよ、それは開発しましたよ。でも実際にやってみたらね、これ悪いけど皮膚の勉強してる人はすぐ分かる。痛覚を持ってる感覚神経とか運動神経とかそういうのがあるんだけど、いろんな A 神経 B 神経 C 神経ってあるんだけどね、こういうところで表面のところ何ミリってところに存在するところの神経ってみんなね痛点持ってる神経だったりするから、やけどしちゃったりとかするとかじゃなくて、そもそも4ミリとか8ミリ当てるとね、脂肪層でやってたとしてもね痛いの、熱いとかも出てくるの。これ我慢しなきゃいけないよね。我慢してまでしてやる必要あるのかとか、我慢した結果やけどだったらどうするのって話になっちゃうから、僕ら要するにお医者さんの世界ではどうぞご自由にやってください。医療過誤と言われれば何だろう、その辺に関しては僕はとやかく言うことじゃありません。医師ですから、医師の責任においてやっていただければ何もないんだけど、あくまでこれを見ている人たちの中でね、エステというところでやろうと思った時に、医療系の高出力配布を持ってますよってところでお顔をやりますよってところは正直僕おすすめしません。その中で例えばお顔のとこのこの筋膜のところを焼くと、まるで筋を焼いたらこう縮むかのようにこれがクーッと縮んで上に上がっていくんですっていう説明をしている人間がもしいましたら、これが医師であろうが何であろうが申し訳ないけど論文出してくださいって思います。僕はその論文をアメリカで見たことがありません。正直なこと言いますけど、それを例えば仮に配布できっちり当てたりしてもですね、このプローブの中には約400から500ショットがあって、それをなんだかなんだか打っていって、チャ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 ってこうタタ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 ってこう打っていくんだけど、この打ったところが平らであるか波打ってるのかっていうのをこの顔のラインにぴったり合わせて筋膜を焼けるって思います?ないと思うの。それはそういうことをもし言うんだったら、この筋膜の位置を1回エコーでもいいからちゃんと測んなさいって話。そうじゃなくて適当に当てて適当にそこではまったらほら上がったからじゃあ俺の理論は合ってるは危険すぎる。これが僕の考えだから。お顔に配布とかいろいろうるせえ配布使う何使うとかっていろいろ言ってる人いるんだけども、いろんなご持論があると思います。でも少なくとも僕はそれに関しては非常に否定的です。お顔を上げるのは金の糸だって僕は正直否定的です。それだったらね、東京のとある美容外科さんのところで70人も80人も集団訴訟なんか起きませんよ。効果があるんだ、効果がないっていうふうに思った人がいるからあんな集団訴訟になるわけです。でもそういうようなことが実際起きてるっていう事実は理解してください。もちろんそれによって上がったって人もいると思いますよ、いると思うんだけども、その売り方というかやり方というか契約の仕方に問題あるんだと思いますけれども、それに関して言うと配布を当てたからといってお顔がグッとなるからっていうような使い方は僕は正直否定的です。今までのお話をトータルで言いますと、ちゃんと 4mm も 8mm のプローブもあるの分かってるんだけど、 13mm のプローブぐらいにならないと安全に使えないよ、痛みを伴わないで厚さを伴わないでできないよ、じゃあそのプローブのものに対して使える場所はどこなのったら、 13mm のとこには確実に脂肪の層が存在してなきゃいけないよ。じゃあそれってどこなの？お顔じゃないよねって話。じゃあどこなのって言って測ってみたら、実は人間って2箇所しかないわけ。それができるおへそ周りのごく一部分か太ももだけだったんです。これは今までうちのところでデータ取ってるところのほとんどの人に共通してることです。もちろん一部背中や腰の人もいますよ、いますけれども、全員共通は少しかない。つまりそれ以外は全部測ってからにしてくださいっていうのがユリシスでの基本方針です。太ももでもやってる脂肪を溶かすものに関してはどのくらい強いかって言ったら、今までのいわゆるエステ機器の送信機器の中で最強です。最強、溶ける溶けないという意味では最強です。もちろんそれ以上に安全かつどのとこでも使え、内臓脂肪にも効果あるという衝撃波というのがあります。それはうちのユリシスって去年の7月から使ってますから、これの併用が最も強固なセットになります。これちなみによそではやってません。ユリシスだけだと思います。これやってるのとにかく本当に有効果です。おかげでうちは2年連続ソーシングランプに日本一になってます。ただね、この太もものとこに当てるのに最強だって言ってるんだけども、太もものこの最強のやつもやっぱり場所があって、人によっては外が使えない、中が使えない、前が使えない、後ろが使えないなんてことになるんです。これも自分で言ってもね、太ももに関してね、つまんで大体わかるから、太ももだけはね、脂肪構造がちゃんと層になってるので、ぜひみんな掴んでみてください。ユリシスではね、うちの方のスタッフはですね、もともとお客さんなんですけれども、実はうちのところでは解剖も研究し、ちゃんと体験してもらってます。海外ですけどね、しっかり実際に切って見てもらって、ちゃんと全身チェックをする。特に肩周りと太もも周りとか、そういったものに関しては本当に正確に皆さんで、いわゆるお医者さんがやってるものに近いものというのかな、見てるんじゃなくて実際にメスでも全部切らして実際に触らせてやってます。だからユリシスを太もものマッサージとか痛い痛いって言いながらやってても青技になった人は本当に一人もいません。延べ3万人の中で一人もいないと思います。これぐらいうちは徹底してます。よそさんのエッセさんでもそうなんですけど、太ももとかゴリゴリやった時に青技できる人多いんですけど、あの青技できるのは絶対ダメですよ。血流が悪くなったらどうなるか知ってますよね。話しましたよね。血流が悪くなると当然リンパの流れも止まりますから、冷え症になりやすかったり痩せにくくなります。こういうことになりますから、絶対に青技は作ってはいけません。青技は血管が切れた時に発生する血液の内部にダーッと流れた状態のやつが青技ですからね。わかりました？ハイフを使ってね、せっかく太ももでバーンと上げたりとかした時にね、もっとやらなきゃいけないことは、せっかく溶かしたんですから、リンパを流して血行を良くして水分を取ってたくさんおしっこで外に出すってことをする。だから腎臓も強くしなきゃいけない。だから溶かして終わりじゃないんです。溶かして流して出して初めて脂肪がなくなって痩せるんですよ。皆さんなぜか知んないけど、溶かすだけ流すだけ、それで終わってる人いっぱいいるのよ。腎臓に手をかけないで、私このマシンだけかければいいわっていうユリシスの最初のお客さんだいぶ多いの。僕の方で一生懸命それじゃないよって話するんだけど、だってお金ないんだもんって。お金ないんだったら悪いけど、まず腎臓から直しなさい。それが最初。体直してから初めて機械使わなきゃ何の意味もない。ただの自己満。だから僕としては皆さん厳しい方だけど、犬闘気をぜひ飲んでいただく。この番組見てる方の中でユリシス遠いから来れないわとかいう人たちもいらっしゃると思う。でもね、来年の1月から通販開始しますから、2021年1月から漢方サプリプレミアム犬闘気というのを出しますから、ぜひ飲んでいただいて体づくり、そして腎臓が強くなれば、それこそドレナージに関して、うちじゃなくても近所のドレナージでもいいですよ。配布別にここじゃなくても近くのところでいいと思いますよ。でも腎臓を強くするケアをしてくれるエステサロンは存在しないと思います。ですので、できたら当院の犬闘気を飲んで強くしていただけたらなというふうに思っております。ではですね、こういうことでお話をさせていただいたんですけど、一旦この配布かけたけれども何日おきがいいと思います。皆さんユリシスのところではね、延べ3万人のデータを持ってますから、あえて言いますけれども、これね、実はいろんな実験しました。いろんなモニターを募集して、1週間コースの人、10日おきコース、2週間おきコースの人とかってこう分けてですね、お安くやらせていただいて、皆さんでデータを取らせてもらいました。それでね、一番ね、効果があった人っていうのは、実はね、ユリシスのデータではですね、もちろん個体差もありますけど、実は10日から2週間の方でした。10日から2週間って僕的には結構時間空いちゃってるので、1週間ぐらいでも全然効果あるんだよ。だけど大体10日ぐらいがね、ほんとベストタイミングで、1ヶ月で3回ぐらいくればちょうどいいぐらいです。ただしドレナージとかしっかり流してもらってください。ただ当てるとかじゃないですよ。ちゃんと全部ねやった上です。でね、僕の体でも実験したんですけれども、実際に血液データで調べてみると、そうやって流すと一時的にね、僕の場合はドーンとね中性脂肪値が上がっちゃう。上がった後ズーンと落ちてくるんだけど、落ちてきて正常な値に戻るためにはね、やっぱり10日かかってました。でね、5日間ぐらいで大体全体のね4分の3が戻って4分の1だけになります。ですので大体5日間ぐらいからもう1回やってもいいけれども、それより縮めてくるっていうことはちょっと危険かなと思います。1回2回じゃなくてですね、中長期的にそれを続けることは危険だと思います。ですので HIFU というような超強力な脂肪を誘拐して体内に流すという装置を使う場合は、大体最短で5日に1遍ぐらい、できたら10日に1遍ぐらいがちょうどいいよっていうことはちょっと覚えておいてください。逆に1ヶ月に一遍ならどうなのとか、3週間に一遍ならどうなのって人もいると思うんだけど、ぶっちゃけて言うと3週間に一遍になるとパフォーマンスばっくり落ちます。ばっかり落ちます。1ヶ月になるとほとんど効果ないです。つまり月1でHIFUを当ててもほとんど無駄です。ですので私たちのとこのデータを見る限りでは、少なくとも10日から2週間に来てもらうっていうことが一番なので、実はユリシスではですね、そういうこともありまして、1ヶ月にいっぺんずっと来るような予算である3ヶ月にギュッとその凝集してきていただくと、21回分、つまり半額とかで受けれるような仕組みを作ったりとかですね、そういったキャンペーンといいますか工夫をしてまして、皆さん来ていただいたお客様にはとにかくここってところでゲッて痩せてもらう。それまでは犬陶器で体を作ってもらって、その後ですねその期間でゲッて痩せてもらうっていうことをマシンにかけて集中してやってもらう。その結果1年間だらだら12回来る予算で、その3ヶ月ギュッと来てもらえるようにだいぶですねお値引きをさせていただいてやらせてもらってるっていうようなことをですね、ユリシスでは全てのお客様を対象にやってますので、そういうことをね積極的に使っていただいて、ユリシス来るといろいろメニューが複雑すぎてよくわかんないっていう人もいらっしゃるんですが、結構こういうものをね皆さん来る時にお話をさせていただいて、なるべくお安くなるべく短期間で結果が出るようにということでやらせていただいておりますので、近くにお住まいの方いらっしゃればですね、是非当院に遊びに来ていただければと思います。それでは次はお得情報についてご説明いたしますので、参考にしてください。どうぞ。はい、皆さんではですね、ユリシスの方で皆さん受けたいなっていう方はいらっしゃればということで、お得情報についてご説明しますね。いつもねユリシスではホットペッパー見てくださいというお話をしていますが、実は今ホットペッパーでは2時間プランということで、普通ユリシスだと2時間実はHIFUとか受けてくださいますとね、定価でいうと6万円ぐらいしちゃうんです。会員になってる方でもだいたい2万8000円とか、一番上級の会員の方で言っても2万円ぐらいするんですが、実はですねホットペッパーではなんと今だけでしょうけども9000円でやってます。2時間で9000円、ただしHIFUは8ブロックぐらいまでで多分終わっちゃうかな。ドレナージとかもやるので8ブロックです。こんなのがね4センチから5センチぐらいの四角で、それが8個分だと思ってください。ちなみに医療系の美容クリニックではですね、このHIFUの大体同じものを6ブロックぐらいやらせてもらう。つまり 4,5 センチ ×1 って30センチぐらいのところ、このぐらいの面積をやるのにですね、大体10万から15万します。最近ちょっと値崩れし始めてるかなと思うけど、大体そのぐらいかかる。でもユリシスはそれにドレナージュとかを加えて2時間のセットでなんと9000円です。これ本当にねみんな言うの、美容系のやつでしょって、医療系じゃないでしょって言うけど、本当に僕たちのやつ実験してやってみせますけどね、ペットボトルが溶けます。ちゃんと120度から150度にならないと溶けないと言われてるペットボトルの蓋が溶けますから、そういったものを使ってますよ。でも私たちはできることならば、正直言って竹内内科さんと一緒に行ってですね、木曜日の夕方だけなんですけどご予約を取らせていただいて、私もそこに同行させていただきます。私のお代はいりませんが先生の方に実費で払っていただくんですけど、こういったものをやっていただいてちゃんとね試験をしていただくことをお勧めしております。でもね、とりあえずやってみたいなって人がいらっしゃれば、ホットペッパービューティー2時間9000円というお試しもできますので、ただし8ブロックまでですけどね、ぜひやってみてください。その他にも実はユリシスの方でこの番組を見てくださった方限定という形で、1回目はそれ使ってもらっていいんですけど、2回目以降ですね、2時間12ブロック1万8000でいきましょう。6ブロック9000だと思ってください。1時間でやる6ブロック9000円を2時間なので12ブロック1万8000円。これでも十分お安いんです。ちゃんとドレナージもさせていただきます。12ブロックあります。片足6ブロック、片足6ブロック。片足で10万から15万、両足で20万から30万かかるものが、その10分の1以下の金額、1万8000円です。ぜひやってみてください。ただし、皆さん何度も言わせてもらってます。この配布をやって解けたからいいんじゃなくて、犬陶器をしっかり飲んで体を作ってからにしていただくのが一番です。この犬陶器に関しましては、今現存するやつは皆さんにお配りしてお渡ししてるやつが粉状のものなので、粉状のものはちょっとっていう方もいらっしゃいますから、私どもとしては2021年1月から実は錠剤でマカも入って、非常に現代の方々には向いているタイプの新型のですね、漢方サプリプレミアム犬陶器というものを開発しております。まもなく市場に出てまいります。こちらの方もですね、お安くしていきたいと思いますので、ぜひですね、こちらの方を飲んでいただいて、お体作っていただいてからの方がいいと思うんだけども、それでもね、私の体はちゃんとできてますっていう方や、とりあえず受けてみたいんですって人は、ぜひね、今のプラン、ホットペッパーでまず1回目、2時間9000円でいいです。受けてみてください。それで気に入っていただいたら2時間今度は倍の1万8000になりますが、ブロック数は8ブロックから12ブロックまで引き上げさせていただきます。この12ブロックで1万8000のプラン、1ブロック1500円です。よそさんでは1ブロック2万円ぐらいしますから、10分の1以下でできます。是非受けてみてください。はい、そんな感じで今日はご案内させていただきました。はい、今日はここまででございます。またよろしくお願いします。失礼いたします。